はようございます。こっちが仕込みの部屋で、こっちが加熱の調理する部屋 で、その奥に盛り付けコーナーがあります。前週の仕事は基本的に調理ですかね。釜で作業したり、土コンで使って作業したりしてます。この赤い部分はアレルギー食、肉食べれない人、魚食べれない人、いろいろいるん で、アレルギー食の次にペースト食とか咀嚼調節が来ますんで、それも間違えると医療事故につながるんで、先に流してチェックしています。一般食、何歳、病気がある原因だとか、咀嚼調整食、術後の患者さんと、あと離乳と、あと腸乳と、本当に生まれてから亡くなるまでのお食事を全部ここの病院で作っているっていう形になります。咀嚼園芸食の温野菜のブロッコリーを粒ありペーストと完全なペーストを作っていきます。味見お願いします。いいよ。はい、だいたい1400床ぐらいが入院で、そのうちの1100食ぐらいを毎日作っています。きつねうどん美味しかったっていう綺麗な絵を描いていただきました。みんな見てください。やっぱり患者さんの掲示されてたものだったり、そういうのを見て、あ、作ってよかったなみたいな感じます。調理名がアジフライコロッケ。調理開始を押すと今加熱し始めましたよっていうのです。85度以上あればいいです。生じゃないかとか、硬さはいいかどうかとか、そういうのを全部患者さんに上がる前に検食します。今からお昼行きます。45分です。明日炊くご飯の枚数なので、これを今から準備していきます。異物混入のためにロング手袋をします。ホテルパン20枚を1回で炊きます。このデータが全部向こうの事務所のパソコンに飛んでってるので、食中毒が起こらないように加熱温度と冷却温度をしっかりできているか確認して、しっかり管理しています。なんかただ黙々と作業するっていう、まあ、少しイメージだったので、まあ、ちょっとそのイメージとは違ったかなと思います。最初の1ヶ月2ヶ月ぐらいはずっと先輩につきっきりで一緒についてやってて、でそこからいざ自分が一人でやるってなった時も、その近くに仕事早い先輩だとかいて、何か聞きたいことがあればすぐ聞いたら教えてくれて、で終わらなかったらすぐフォロー入ってくれますし、そこはちゃんとしてるなと思いました。これから入ってくる子たちもそういうような同じように指導して一人前に育て上げれたらなと思ってます。先に失礼します。